国道163号終点三重県津市、岩田京北交差点国道1号からの分岐地点付近大阪府大阪市上東区関目後、交差点国道163号は、大阪府大阪市北区から京都府木津川市を経由して、三重県津市に至る一般国道である。起点の梅田新道から関目後交差点までの国道1号との重複区間を通行した後、 大阪府の北川内地,地域や奈良県伊駒市、京都府南端にあたる相良地域や三重県伊賀市を経由し、終点の地市に至る路線で、国道25号、国道165号と同様、近畿地方の東西を結ぶ幹線の一つである。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り、道路法に基づく二級国道として、 初回指定された路線の一つである。国道指定当初から現在まで、大阪市から伊賀市までの経路は変わっていないが、同市からは現在の国道25号急道を経て、四日市市に至る路線として指定された。名阪国道の建設に伴い、上野市から四日市市の区間が国道25号に編入され、上野市までの国道となった。上野市から津市までの区間は、 1993年に、三重県主要地方道7号通への線を編入する、ことで延伸して、現在に至る。大阪市東市の区間は、名阪国道の意外等と組み合わせると、名古屋、北勢方面から大阪への最短ルートとなるため、トラックの通行量が多い。山間部、特に京都府笠木町と南山城村の区間は、 道幅が狭く追い越し禁止となっているが、無理な追い越しによる正面衝突が多発する。このため、2021年からは、京都府警察がヘリコプターを使った交通違反の取り締まりを開始した。清滝井駒道路区間上り線から撮影。大阪平野が一望できる。国道25号との重複区間三重県伊賀市、上野丸の内湾氷山トンネルトンネル橋梁。 交差する場所の括弧書きは地名。それ以外は交差点名で表示。ありがとうございます。